中田純チャンネル始まりました。イエイイエイ。加藤君、はい、加藤君プロテイン飲んでる？飲んでますよ。プロテインは加藤君ちなみにどんなタイプで？運動終わった後と、あと朝起きた直後と夜寝る前ですかね。もう結構ちゃんと飲んでるね。そうそう、まああとご飯も、まあ、今日たくさん食べ過ぎだったなとかそう思った時はプロテインとご飯を控えたりしてます。調整合わせて。そうですね。なるほどなるほど。食事からはそのタンパク質取ったり、食事からはタンパク質取れてる時もあると思うんですけど、日によってメニューが違うから、そういう時は調整する、プロテインで調整するから。そうです。なるほどなるほど。今日はですね、まあ、おすすめプロテインとは何ぞやというようなことを今日やっていこうかなと。おすすめプロテインと思っております。はっきり言うとですね、プロテインそんなに差ないんですよ。そこまでね、どのメーカーがいいとかこのメーカーがいいとかっていうのは、まあ、あんま良くないメーカーっていうのはあったりもすると思うんですよね。でスーパーとかドン・キホーテとかで売ってる超安いやつとかって、あの安いんですけど、プロテインの一番取りたいタンパク質があんまり入ってないプロテインとかもあったりとかするんで、まあ、そういうの考えると、そういうプロテインっていうのはあんまりおすすめではないのかなと思います。なのである程度適正な価格のするプロテインっていうのが、プロテインのその含有量とかを見たときに、ちゃんとプロテインが入ってるものになってくるのでいいのかなと思います。今ね、コロナの影響でプロテイン高騰してるの。輸入とかなんかのそういうのが高いんだかわかんないけど、もうね、乳製品自体が上がっちゃってプロテインの価格高騰してて、みんな値段上がってるよね。各メーカーもしくは量減らして、同じ値段で量減らしてって言って、でも自分らが若い時とかってあれだったよね、B レジェンドさんとかってあったじゃなかった、1キロで3300円ぐらいでさ、2900円とかもありました。2900円ぐらいだったね、うん、なんか一番その何も味がついてないやつ。あ、プレーンかね。味ついてるやつで3200円ぐらい。そうですね。今何分の 750g とかになっちゃったんだよね。あ、マジっすか。確か、いわゆる量減ってるからね、量減らして料金する。そうだね。だん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 こう、まあ、プロテインの値段が高くなってる、まあ、物価が上がってるのかもしれないね。まあ円安とかもあるから難しいんだけど、まあそんなんでですね、まあプロテインも今徐々に高くなってはいるかなっていうイメージもあって、おすすめプロテインか話しちゃうんじゃって。おすすめプロテイン、僕はですね、まず、まあ、初心者とかが飲むんだったら B レジェンドとか飲みやすくていいのかなと思っております。まあ、タンパク質の量もそれなりにありますし、とにかくねフレーバーの数がいっぱいあるから美味しい、あと飽きない、いろんな味が出せるあるから、あとドンキとかに売ってるのもいいかな、手軽に飲めるっていうのもあると思います。なので、まあ、ビーレジェンドもおすすめかなと思います。あともう一個おすすめなのが、もし料金とか気にしないようであれば、まあ、ゴールドジムさんのプロテインとかそういったものもいいのかなと思います。美味しいですね。まあ普通に美味しいよね。ビーレジェンドより甘くはないけど、まあ、甘くない分タンパク質の量もしっかりあって、でゴールドジムさんのプロテインとかの場合だと、あとビタミン類も配合されてるんですよ。後付けでつけてあるんで、マルチビタミン、まあ、取ってもらった方がいいんですけど、もし例えばマルチビタミン取らないとしても、ビタミン B 群かな、その辺が確か入ってるので、タンパク質の、消化、吸収、代謝を高めてくれる物質になってるので、その辺とかも取れるので、B レジェンドさんよりゴールドジムさんの方が料金高いけど、料金ちょっと気にしないよっていう人とかは、ゴールドジムもおすすめになってます。あともう一個おすすめしたいのが、僕が作ってるプロテイン、アマテラスプロテインですね。はい、こちら、ちゃんと仙台の工場で国産で作ってですね、僕自身も見に行って、ゴールドジムの量も、ビタミンとかも入っていてですね、タンパク質の量もしっかりとした含有量が入ってるプロテインになっております。まあそういった意味でね、うちのプロテインもおすすめですよと。まあちょっと概要欄に貼ったところで、僕の YouTube 見てる人は、せめて僕のプロテインを買ってくれたら嬉しいなと思います。で、まあこれだけではちょっとつまんない、コンテンツとして微妙じゃん。うん、コンビニのプロテインどう？チューチューって飲むやつ。あー、コンビニのやつ。飲んだことありますよ、なんか。要は、手持ちがない。便利だね。便利で、はい。あれ面白いんですよ。あれってさ、タンパク質もそれにある。脂質ゼロ。はいはいはい、脂質ゼロ。で、糖質が多い。糖質の量結構あるよ、あれね。結構あります。糖質型のプロテインだったよね。へぇー。で、普通のプロテインって糖質の量がどっちかっていうと少なくて、ちょっと脂質がある。うん。どっち取るのかっていう感じで。あー、そう。タンパク質プラス脂質か、タンパク質プラス糖質か。まあ、まあ脂質って言ってもそんなにすげえ言われるんだけど。まあまあそうね。1g あるかないかぐらいだったと思うんだけど、1食あたりで換算するんですね。で、逆にコンビニのやつは脂質ゼロ。糖質多分 10g 中あるのかな。あ、そんなに入ってる。
あったら10グラムぐらいあった10ぐらいはあるような気がしたんだよな、うん、ちょっと間違ったらすいません、なんかそのぐらいあったっていうような気がして結構あるのに、だからコンビニのプロテインはもしかしたらトレーニング前に飲んだ方がいいかもしれないね。ああなるほど、使い方として、はいはいはい、タンパク質も取って血中のアミノ酸濃度を上げて、で糖質も適度に取れるじゃん、うん、だからこう運動前のエネルギーとしても糖質を使うという意味で使えるかなと。運動中の筋肉の分解も防げますもんね。糖質で糖質がエネルギーになってしっかり動けるし筋量も落ちづらい状態になると。で普通のフル系のプロテインは糖質少ないのでトレーニング終わりとかに飲んだ方が飲みやすいのかなと。やっぱりその30分前くらいですか、そのコンビニのプロテインを飲む時間の目安って。でもそのぐらいでいいんじゃないかな、うん、僕もやっぱり今のトレーニングウェイトももちろんしますし格闘技のトレーニングもしますけど、やっぱり一番大事にしてるのはトレーニング前にちゃんと栄養を取るっていうことはやってますね。僕らは別にプロテイン、ウェイトトレーニングの時はプロテイン飲むし、ウェイトじゃない時とかは、まあ、軽く何かちょっと口の中に物を入れるっていうことはやってますけど、これはプロテイン飲むでもあれだな、朝飲む。朝ですけど、あんまトレーニング終わりもそんな最近飲んでない。食事でタンパク質取ってるからいいかなみたいな感じで。ちょっとまとまらなかったね。いや、でも全然、いや、いいと思いますよ。本当？ちょっとここからまとめてよ。はい、ということで、いいプロテインを飲むということが非常に重要です。それ、強引じゃないな。ぜひ、アマテラスもそうですけど、まあ、ゴールドジムのプロテインもいいし、B レジェンドもいいし、まあ、僕、B レジェンド結構飲むんですけど、あ、じゃあ、ね、アマテラスも最高です。あとね、コンビニのプロテイン、ちょっと、タンパク質か、質しか自分基本見ないんで、あとはビタミンくらいか、実は糖質が多いっていうことを、コンビニのプロテインに糖質が多いってことを気づいてなかったんですけど、まあ言われるにはそうなのかって思うと、やっぱ飲むタイミングですね。そのプロテインもタンパク質以外に含まれている成分で飲むタイミングがあるっていうのは勉強になりました。あ、追記していい、はい、追記。プロテインの裏側ですよ。プロテインの裏側、僕一応プロテインを作ってる側、販売してる側なんで分かるんですけど、よく無添加あるじゃない、着色料なし、あれもちろんない方が健康的ではもちろんあるんですけど、適度な例えば人工甘味料とかっていうのは美味しく食べるにはある程度必要だと思うんですよ。この甘味料を全く使わないで無添加着色料ゼロみたいなところだと、結局美味しさ出すために何使うかって言ったらフルーツとか入れたりとかして甘みを出すんですよ、糖質を。で、甘味料ももちろんね、体にそんなに良くないのはもちろんなんですけど、実際ね、糖質の取りすぎもめちゃくちゃ体に悪いので、プロテインを選ぶ基準は、甘味料ゼロとか着色料ゼロだけを別に選ぶ必要はないのかなと僕は思ってますね。作れるんですよ。甘味料ゼロと着色料ゼロっていうのは実際作るのは簡単なんだけど、それを味を美味しくするっていうのも難しくなるんだけどね。とてもじゃないけど、飲めた作業じゃなくて、飲めたものじゃなくなっちゃうんで。なのでね、プロテイン選ぶときのコツっていうのは、料金形態がある程度ちゃんとしてるものを選ぶっていうのは、まあ、製造元がちゃんと分かってたりとか、中身もしっかりしてたりとかっていう、まあ、お値段がある程度、中身の担保になってる部分が多少あったりもすると思うので、意見が分かれますが、皆さん参考にしてみてください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。